はい、出発します。おはようございます。サムライダードです。昨日止めたレストエリアから出発します。買わせるかな、左側。昨日ね、反対サイドに止めてたんですけど、なんかもう目の前でね、おまわりさんが取り締まりしてて、ピコ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 眩しくてね、なので反対サイドに止め直しました。ただいまの時刻は4時38分です。で、一応昨日お客さんのところに、まあ言ったら7時間近くいたんですよね。で、なので3時間と7時間のスプリットをしました。7時間いたけど、ところどころ車を動かしてるし、オンデューティーにしたところもあるんで、書類のチェックとかね、そういう時に、だから時間がまとまって取れてなくて、一番取れたところで3時間何分かな、だから3と7のスプリットで今7時間の休憩をして走り出してます。で、このまま行くとですね、9時17分の到着予定です。で、お客さんとのアポイントメントが朝10時ですので、まあ順調に行けば間に合う感じ、ちょうどいい感じですね。まあ朝のアトランタ近辺の渋滞に巻き込まれなければいいなという感じですが、で、僕のその14時間の方のクロックは今7時間のスプリットをして戻ってきたのが7時間3分なんですね。だから残り7時間しか運転できないので、お客さんまでが4時間36分なので、2時間24分残るんですけど、お客さんのところでの荷下ろしが、まあ、2時間以内に終わってくれたら、アトランタのターミナルまで20分ぐらいなんで、なんとかそれで近くのターミナルまで行って、もう一回10時間リセットをしなきゃいけないという感じでしょうかね。もうちょっとスプリットで行くのはきついかなと思いますね。まあ、基本このスプリットっていうやり方はね、あのチームトラッカーの人が使う方法で、これシングルトラッカーに使ってどんどん荷物を積んでいいかっていう話じゃないんでね。そうです、7-3とかにすると僕睡眠時間7時間しか取れないわけじゃないですか。今がっつり7時間ぴったり寝ましたけど、ご飯も食べずに。だけどね、やっぱりそれをこう連続して、またじゃあ3で休んで、7で休んで、3で休んで、7で休んで、でずっとやってていいかっつうと、そうじゃないんで、まあちょっとその辺は会社の人と相談しながら行きたいと思います。はい、この先ウェイステーションが出てきます。フリーパスが赤に反応してますので、中に入ります。まあ、ここはウェイステーションというかインスペクションステーションですね。はい、行ってよしのサインを出してもらえたので通過します。そしてこの先2マイルウェイステーションが出てきます。昨日あたりはね、ウェイステーションが休みだったっていうところが多かったですが、ね、ウェイステーションの入り口の看板が壊れてたりとかね、そういうことがありましたけど、今日は稼働してますね。でもまあここはもうほとんどジョージアに近いところですからね、ハリケーンがあんまり影響なかったところ、まあ今のところでもし窓口開けられて何か言われたら、僕は今日の場合だったらバナナって言わなきゃいけなかったですね。バナナスって言わなきゃいけない。
だけどもう行っていいよっていう風にハンドサインくれたんで行きました。ただいまの時刻は5時12分です。そしてこの先ウェイステーションですね。ここで今計測されました。でも入らなきゃいけない感じかな。右がオープンとなってますね、ウェイステーション。あ、前のトラックはバイパスって言われてますね。僕どうでしょうか。トラックエンターって言われましたね。フリパスも赤になりました。さあどっちですか。右に行けと。ああ軽量に生かされますね。わあすごい細かい軽量に生かされますね今日は。はい、ストップサインがありますので止まります。はい、ピタッとスケールに乗ります。まあスケールはね今日は大丈夫なはずなんですけど、大丈夫かな。ままだったので通過します。今日は全然リミットギリギリでもないし、ウェイステーションに呼ばれる理由がわからないんですけどね。この左ガンガンバイパスしてるトラックがいる中でちょっとタイムロスがありました。これで到着予定は9時19分になってますね。まあちょっとね困りましたね。このねプリパスとかっていうシステムは、事前にこの本線でバババって写真撮られて、で本線にある、まあ、簡易的なっていうかそのスケールにドンドンって乗って判断されるんですよね。中に入れバイパスしてよしっていうのをね、もう瞬時にコンピューターが判断するんですけど、まあうちの会社は比較的違反件数が多分少なくてバイパスになることがよくあるんですよね。それはもう会社の信用度でそうなってると思うんですけど、だから僕リミットギリギリに積んでる時でも結構通過できてたりしてたと思うんですけど、それはもううちの会社の他のドライバーがみんなでちゃんと違反しないでやってるからっていうのがあるんで、違反しちゃうとね、そう他のドライバーにすごく迷惑がかかるんですよ、ウェイトのオーバーって。会社によってはね最悪クビになったりするって言いますね。ウェイチケット切られちゃうと、なんか本人は罰金払うだけで済んだりするんですよ。なんかライセンスに傷はつかないらしいんですよね、どうやら。ウェイトオーバーで走ったとしても、その、まあ、ステートによったりするんですけど、罰金で済むだけっていうことが多いらしいんですけど、でも他の会社の全ドライバーのプリパスのランクが下がっちゃうから、まあ一発でクビになるかどうかは別として、まあ 1,2 回ミスしちゃうとオーバーウェイトやると、もうそのカンパニーの名前背負って重量オーバーっていうのをやっちゃうとね、他の人たちに迷惑がかかるからクビですっていう風にしてる会社多いですよね。だから僕は前にね他のドライバーから引き継いだ荷物が
通にバランス悪くてオーバーウェイトになってたやつとかありましたし、あとね、そのウェイチケットなしっていうか、あのスケールいってないっていう親父がいたりとか、ああいうの本当勘弁してほしいなと思うんですよね。そうするとそのまあ僕がその変な荷物引き継いで重量バランスおかしくてみたいなことがあると、まあ、僕は自分のね、なんていうかミスになっちゃうし違反になっちゃうし、で会社にも迷惑かけるしっていうことになるから、やっぱりね、まあ、とりあえずこれで、ウェイステーションは通過したんで、ここからジョージアにそろそろ入る感じかな。あと250マイルぐらいですね、お客さんまではだいたい4時間弱ですね。はい、さようなら、フロリダ。右側にフロリダのサインが出てきました。これでジョージア州に入ります。ただいまの時刻5時36分です。フロリダ州からジョージア州に入りました。ここからお客さんまでは3時間42分、9時18分の到着予定、9時19分の到着予定です。はい、この先ウェイステーションが出てきます。またウェイインモーションですね。そしてここのウェイステーションはプリパスじゃなくて電光掲示のやつですね。さあどの辺かな、この辺で測られるのかな。あ、ここですね。もうずっとトラックバイパスウェイステーションが出続けてますね。トラックバイパスウェイステーション、サインメッセージが点滅じゃなくてずっと出てますから、全てのトラックにあれ出してる感じじゃないですかね。ということはクローズなのかな、どうだろう、わかんないけど、とりあえずウェイステーションバイパスということなので通過します。ただいまの時刻5時58分です。ここからお客さんまでは3時間19分、なので9時19分の到着予定です。パパより知ってるママの優しい瞳、美人で自慢の僕の大切な友達だけの一つお願いさ、雷は落とさないでね、パパも僕も行こうね、いるからしょうがないでよベイベー、二人で飲もう、ミルクを半分泣かないであげる、しょうがないでよベイベー、大きくなったらママをお嫁にきっともらってあげるさ。日本には初めてのお使いという番組がありますが、あれはまあ日本だからできるとまあよく言われていますけれども、まあアメリカ人からしたら多分衝撃なんですよね。まあスタッフが周りにいて、あの一人で生かすっていうのをね分かっている状況ですけれども、まあ13歳以下の子には一人で外出させてはいけないという法律がありますし、もしそれをやらせたら親は最悪逮捕されますので、チャイルドアビュースで。だからまあうちも娘たちの面倒をずっとどちらかが見るっていうことにしてましたし、多くのアメリカのお子さんは習い事をして、共働きの家族は鍵っ子っていうのが
できないので、鍵持たせて勝手に家に帰らせて仕事終わるの待っててっていうのができないので、必ずどちらかが迎えに行くか、学校からあのピックアップしてその習い事のところまで運んでくれるという、そういうサービスのついた習い事をして、共働きの仕事が終わったどちらかがその習い事が終わる時間に夕方迎えに行くというようなケースが多いんですね。だからあのちっちゃな子を一人でね、お金持たせて買い物に行かせるなんていうことはまあありえないことなので、すごくびっくりされたっていうね、まあ、海外ではあれタイトルはオールドイナフっていう、オールドっていうのは古いじゃなくてあの年齢の方のオールド、何々イヤーズオールドのオールド、もう十分な年齢だって、だから一人でお買い物できる年齢だっていう、まあちょっとそういう意味合いだと思うんですけど、まあ、海外でだいぶ話題になったりして、まあね、日本は本当に一人で子供たちが出歩いてるの、まあ町内のおばちゃんとかがね、こんにちはって今ね、娘たちはそれを体験してるんですよ。初めて、人生で初めてですよ、一人でおばあちゃん家からね、あのうちのママちゃんのお姉ちゃんの家が実家の近くにあるんで、そこに行ったり来たりとかね、そういうのを やることすらもやったことがない。お友達同士で連絡を取り合って公園で集合して遊ぶとか、そういうのもやったことがないんですよ。だから今まさにそれをね、日本で経験してるっていうことで、まあまあすごく両極端ですけど、全部親が車で送り迎えをしているアメリカ社会と、自分たちで歩いてなんなら一人で出かけてもいい日本の社会と、まあ、両方見てね、あのちょっとどっちがいい悪いじゃなくて視野を広げてほしいなっていう気持ちもあるから、今まさにそれを経験してて、どんな気持ちになってんだろうなっていう、まあ、僕はそばにいてそのリアクションを 見ることはできないですけど、どういうふうに思ってんだろうなと思いながらね、まあ、子供たちとはメッセンジャーとか LINE とかでつながれてますから、直接ねテキスト打ったりしますし、ママちゃんからも定期的にねこんなことがあってあんなことがあってよって報告は受けますけど、まあもう毎日がアドベンチャーでしょうね。アメリカじゃもう本当にそうやって友達と出かけるって言ってもね、親同士がまず連絡取り合ってどこどこに車で連れて行ってとか、そういうことになっちゃいますからね。まあなんかすごい、なんか一つのなんだろう、都会とかね、あとはまあハワイみたいにああいう一つの地域にいろんなのがあるところに住んでる人ならば、まあ徒歩でね移動できたりするかもしれないんですけど、それでも子供一人でっていうのはないですからね。子供一人も子供たちだけでもないですからね、必ず大人がいなきゃいけないっていう中で、いい経験をやっとできたのかなという、まあ、まだ怖い思いをしてないからね、全部が全部日本は安全だよと思い込ますのもどうかとは思うけど、いや素晴らしいですよね。まあその日本のね家族たちの親戚たちの協力あってのことなんですけど、非常にありがたいですよね。まあこの動画が公開される頃にはどうなってるか分かんないですが、まあ、アメリカ選挙がね今もう佳境ですから、それぞれの陣営がめちゃくちゃもうなんていうかね、もう最終盤の戦いになってきて、ちょっと熱心な有権者たちはなんだろう、壁に落書きとか始めましたね。これ選挙あるある
なのか知らないんですけど、僕はフロリダにいた時はあんまりそういうのは見なかったですけど、今そこら行くとどっちに投票しろみたいなのがもうスプレーで落書きしてあったり、トイレとかね、僕はトラックストップとかお客さんのところでしかしないですけど、あとはレストエリアね、まあ、レストエリアは一般の人も使いますしね、なんかそういうのを見かけるようになりました。あとこういう右のこういう芝生とかね、こういう、まあ、ここはインターステートだからないけど、一般道とかには、まあ、ハリスとかトランプとかこうプラカードが立ててあるんですよね。でそれをまあその反対側の陣営のプラカードを車でなぎ倒していくやつがいたりとか、そのなぎ倒していくやつの対策で釘剣山みたいのそれの前に置いてあったりとかね、すごいですよ、ね、やり方が選挙の。まあそんなこんなで朝今7時48分、もうすぐ8時ですから、アトランタより全然手前でもうこの時間になっちゃってますんで、渋滞はもう最後までないかな、最後の最後ちょっとあるかなぐらいと思ってます。なので9時20分頃の到着予定、そのまま行けるかなと思ってます。まあ遅れても40分の余裕がありますから、問題はその後ですね。で今日僕のオンデューティーの時間が残り3時間50、3時間50分しかないんですよね。だからもうすぐ8時だから11時半ぐらいにタイマーが切れちゃう。で僕のアポイントメントは10時、でも9時半についてやってって言おうと思ってるんだけど、10時まで待たされて10時から荷下ろしが始まっちゃったら、1時間で終えてくれたらいいけど、終わんないと時間切れになっちゃいますね僕はね。だから逆にそれならもう2時間ぐらい待機させてくれた方が、いいかなって。2時間もうこれ以上スプリットしたくないですけど、2時間滞在すると28のスプリットが可能なんで、多少は時間戻ってくるかなって感じですけどね。でね、昨日その何十台もトラックが止まってたっていう話をしたと思うんです。まあ、昨日のあらすじは、港にこのバナナを取りに行ってるんです。でタンパベイの港だったんですけど、ハリケーンの影響で、まあ、港はの稼働率は、まあ、10% 以下だって言ってました。普段来る人は、僕も港3回目ですけど、そのバナナのお客さんね、まあ、デルモンティなんですけど、いつもの稼働率のもう 10% 以下って言ってましたんで、もうトラックが溢れ返っちゃってるんですよ。で中で働く人、まあ中で働いてる人たちも自分の家がもう大変なことになってて出勤できないみたいな状況で、でもオーダーの発注があるから、まあ仕方なくやってる。だから昨日のアポイントメントの人が僕が着いた時にまだ待ってたって言ってましたから、前日のアポイントメントの人が。だから俺も1日以上待たされるかもしれないなみたいな感じで待ってたんですよね。でも結局僕は7時間ちょっとで積んでもらえたんですけど、まあ物が物なんで多分簡単なんですよ。もうパレットにダーンって箱が積んであって、それをトラックにザッザッザッて入れるだけなんで、荷積みが始まっちゃえばもう15分ぐらいで終わるんですよね。だからそれを順繰りにやんなきゃいけないんだけど、ドアが全部で20個ぐらいあるんですけど、ドアってそのドックが、そのうち3つぐらいしか動いてなくて、まあ、3つででも 10% 以上かなと思うんだけど、中で働いてる人が全然足りてないらしくて、だからそういうのがあってね、本当はいつもだとみんなもう港に入ったらすぐドアを開けて、あのトレーラーのバーって入ってきて、もうバックで途中から走ってって、ドックにつけてザザーって入れてもらって、はい出発みたいな、もう滞在時間そのドックにつけてる間は15分で、それ以外の時間も合わせて15分で30分で港を出るみたいな、そんな仕事ぶりらしいんですけど、そういう人たちがずっと待ってて、
で、まあ、僕もだいぶ待たされて、それもなんか昨日も言ったんですけど、待ったのが外だったんですよね。で、港なんでチェックインする場所、まずセキュリティのそのなんか中に入れてもらうためのすごい書類を作る場所、中に入ってお客さんでチェックインする場所で、その後シッピングオフィスにチェックする場所っていうのがもう何箇所もあるんですけど、普通の会社の敷地内だったら歩いて移動できたりできるんですけど、港なんででかいからその間車でそこまで移動しなきゃいけない、トラックで。そうすると車走っちゃうとドライブになっちゃうんですよね。だから7時間あれば結構本来だったら、まあそれをスリーパーバースにできたらですけど、まあ現実ね、仕事だからスリーパーバースの設定にはできませんが、7時間あったらもっと時間が戻ってくるんですよ。だけど2時間、3時間、2時間みたいな細かく分かれちゃった7時間なんで、まあ、僕は3時間のところを昨日使って、さっきのレストエリアで7時間でリセットしてきたんですけど、リセットっつってもまあ全部は戻ってこないんで、まあ、これでお客さんのところでまた2時間以上滞在させてくれたら、待ち時間で2-8のスプリットにして、まあ、ちょこっと時間が戻れば会社のターミナルに戻るくらいはあるかなとぐらいの感じだから、変な時間に終わっちゃうと、もうまさにお客さんのところで動けなくなっちゃうみたいなことが起こり得る感じですね。まあ、それは今あらかじめもう会社に連絡をしていきますけど、ただ僕が今もうギリギリ間に合うぐらいなんで、これを誰かにリレーしたらもうなんか逆におかしいから、どうしたらいいんだろうとは思うんですけど、まあだから今日はどっちにしてももう時間がね、ドライビングタイムももうなくなっちゃうんで、14時間のオンデューティーの時間もなくなるし、この仕事が終わったらもうターミナルでもう一回10時間バッチリリセットして次の仕事かなとは思うんですけど、それかその8時間リセットしてちょこっと時間戻してどこかへピックアップだけ行って夜早めに10時間リセットを取るとか、そんな感じかもわかんないですね。今はね、ジョージア州のバイロンってとこ通ってますね。 BYRON バイロン、あれもしかしてあれかな、カメラの前に汚れてるかな。今明るくなってめちゃめちゃ虫が飛んでるんだよね、あのウィンドシールドベチャベチャってなってる。なんか太陽が上がってきてるんだけど曇ってるのかな、なんか眩しくはないんですよね。だいぶ空はオレンジ色なんですけど、よいしょよいしょ、めっちゃ揺れる、まあ、ということで、まあもうトラックストップには寄らずに直接お客さんに行けるかな。まあもしかしたら一回お手洗い休憩取るかもしれないですけど、そういえばこの辺かな、この辺だな、前にこの下りを下ったとこだったね。パトカーに止められてランダムインスペクション検査を受けたのね。今日は勘弁してほしい。そう、それでね、昨日ね、その港でね、うちの会社のトラックが何台かいまして 3,4 台いたんですよ。で、一応挨拶しに行って、で、行き先どこなんだみたいに喋ってたら、みんな同じアトランタのデルモンティ、だからもしかしたらみんな同じアポイントの時間だったら、なんかね、ドアがね6個とか7個しかないんですよ、その今回の配達に行く場所で。しかも狭くてブラインドだからあんまりね、みんなと時間ずらしていきたいなとは思うけど、まあアポイントタイムが決まってるし
どうなるんだろうな。そう、 Google マップの衛星のやつで見るとめちゃめちゃ狭そうなんだけどな。ドライバーサイドだったらね、90とかで折り曲げて、まあ普段45っていう入れ方をしてますけど、45度に頭振ってお尻をこう入れていく入れ方で、90っていうより小回りさせてやるやり方あるんですけど、あのタンデムのとこのタイヤをピボットさせるんですよ。左側のタイヤの回転を止めて右側だけこう回していくっていうやり方があって、それはあのなんていうんですか、コンパスみたいなことですよね。左側のタイヤの軸を中心に、この狭いトラックっていうサイズのトラックは45度を過ぎるとピボットしやすくなります。だからちょうど隣のトラックのコーナーのあたりで45度を過ぎるぐらいまで曲げられると、あとはピボットさせてぐるっと回転させて入れられます。でそのピボットさせる、まあ、いわゆるコンパスの軸の方の位置が隣のトラックより遠すぎたり、隣のトラックのボンネットより前に出すぎたところで回すと、今度頭がこのぐーっと前に膨らんでいくんで前のスペースが足らなくなっちゃう。だその辺はね、日本のトラックの運転手さんとかはもう狭いところで多分そういうのめちゃめちゃやってると思うんで、まあ、僕もたまに YouTube で見て勉強したりするんですけど、まあ、それはドライバーサイドはできますよね。ブラインドではねさすがにできないですね。ブラインドで45っていうのは最近やってるんですけど、でもやること多くなりましたね。でもね、本当ミラーがねもっと広角に映るはずなんですよ。僕あの修理してから狭く映るミラーに変えられちゃったんで、ブラインドするときめちゃめちゃやりにくいんですけど、ブラインドっていうのはあのパッセンジャーサイドね、助手席側から折り曲げて入れる入れ方なんですけど、それはまあ通常やらないし、会社によってはやらせないっていう会社もあるって聞いたんですよ。だけどまあ僕らはやるんですけどミラーが狭いからね、まあもともと右側折り曲げてっちゃうとトレーラーしか映んないんで、入れにくいは入れにくいんですけど、それでもあの電動ミラーで外側にミラーをずらしてとかやって入れたりするんですけど、今のミラーじゃもう目いっぱい外側に向けても何も映んないみたいな勘でやって、1メーター2メーター動かして車降りてチェックして、またちょっと動かして車降りてチェックしての繰り返しですね。そうで、またそのインターナショナル特有の問題で、まあ、そういうことやってるとシステムエアーがどん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 足りなくなっていっちゃうっていう問題があるんで、今日もねどうなるか、エア切れを起こさずに車庫入れができるかどうかっていうね。ドライバーサイドでも切り返しまくってると足らなくなったりするんで、まあ時間かかってもぶつけないことが一番なんですよね。そう、だから焦らずゆっくりっていうのが一番大事なんですけど、まあ僕の場合は結構その時間切れと戦いながら運んでることが多いんで、そのプレッシャーがやっぱりあるから、車庫入れはできたら一発で決めたいっていうのがありますよね。まあ、全然決まらないですけどね下手くそだから。はい、この先ウェイステーションが出てきます。右車線に行きたいんですけど、右側ね出口オンリーなんで、ここにいていいのかな。これで出口は車線がなくなるから、ここにいたらいいかな。あ、まだ1マイル先なのか、ずいぶん前から。
フォローライテッドサインメッセージということなので、電光掲示板が右にあるタイプですね。今日はもう一回入ってますからね、どうかな。はい、ここで測られます。右側の電光掲示どうなりますか。あれ出ないですね。出ないなら寄るしかないの。クローズしてんのかな。とりあえずウェイステーションに入っていきますが、30マイルで今通過中。どちらもつかないね。これ左バイパスが出ましたね。バイパス。何も出ないですね。いや、電光掲示がただ反応しなかっただけですね。やめてほしいな。まあこれは大した時間のロスじゃないけど。クロックの時間が残ってない時に限ってこういうことが起こりますね。今の時間は8時30分です。ここからお客さんまでは45分、ということは9時16分ぐらいの到着ですかね。ちょっと到着予定時刻が少し減ったということは、きっとルートに渋滞があったところが解消されたということでしょうか。いつもだったら、まあ、15分前って結構順調なんで、ラブズに行ってコーヒー入れたり、そこらのレストエリアでお手洗い休憩取ったりとかやるんですけど、あの14時間のオンデューティーのクロックは休憩中も進んじゃうんですよ、一回オンにすると。だからリセットしない限りはちょっとした10分休憩15分休憩でもどん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 減ってっちゃうんで、まあ、だから今日の僕の作戦としては、45分も早く着いちゃったってヘペロってやって、あの荷積みしてくんないってお願いするパターンですね。それができないってなると結構やばいかもっていう、そういうお仕事だから、今みたいなタイムロスはね本当にやめてほしい。あれで1分とか2分とか損してるかもしれないしね。まあ視聴者の方の中には、僕が時間についてワーワー言ってるっていうのを、まあ、いろんな捉え方されてる方はいるとは思いますけど、まあ、コメントで神経質なんじゃないかっていう、ね、時間には神経質だけどノイズには神経質じゃないとかね、うん、なんかそういう分析をされてる方がいらっしゃいましたけど、まあ、僕はもともと何に対してもそんな神経質じゃないかな。多分神経質な人はこの仕事できないかなと思う、うん、なんかちょっと手が汚れちゃったら他のもの触りたくないとか、そういうもう全部、例えばねディーゼルついた手でハンドル触らなきゃいけない時もあるし、つまみ食いしながら運転しようと思えば大してサニタイズできた手じゃない、消毒した手じゃない指でねお菓子つまむこともあるし、なんかそういうのは、そういう、だから僕はなんか私はキャンプに行けませんみたいな人中にはいるじゃないですか。なんかそういう、なんていうかな、必ず一回一回手洗わないと次のことができないとか、うん、そういう神経質さはないんですよね。で、僕が時間気にしてるのはただ単純に違反したくないからこのトラックの免許取るために日本円にして100万円以上かかってますから、
だからわざわざ自分で違反してその免許傷つけたくないから、まあいいやみたいなことはやりたくないんですよ。ただそれだけなんですよ。まあ会社が言ってきてるスケジュールもまあまあな時ありますけど、まあ、今回に関してはまあハリケーンで港がっていう問題があったからね、まだそれについて連絡したけど返事がないな。とりあえずお客さんのところに向かってもう時間切れ起こしちゃったらお客さんに言って2時間だけちょっと止めさせてくれって言うしかないよな。どれくらい混み合ってるかにもよるけど、今日は週明け月曜日なんで、まあどうだろうな、ちょっと分かんないですけどね、状況を見て。なんか広いお客さんとかだったらね、お客さんのところにトレーラードロップして僕はもうターミナルに戻って10時間リセットしてで後から取りに行くとかね、もしくは他の運転手が取りに行くとか、そういうことができるんでしょうけど、まあちょっと悩みどころですね。今のままだと本当にお客さんのところでの時間切れがあり得る感じですね。はい、この先237番でおります。長いこと I-75 をね、走ってきました。昨日から走ってきましたが、ここで出口を降ります。もうこれ降りたら1分とか2分で着きます。この辺はジョージア州のフォレストパークというところで、まあ大きい会社のディストリビューションセンターとかね、そういうのが集中しているエリアなので配達でよく来ます。ただ今回のお客さんに行くのは初めてですね。今の時点でオンデューティーの残りが2時間20分、到着してすぐやってくれたらいいけどな、微妙なところですね。はい、ここで右折します。右折はイールドなので交通をチェックして徐行します。よし、もう目と鼻の先ですので後ほど。はい、ということでお客さんのところを出てきました。マイクがねまたちょっとおかしかったので音が取れてませんで今アフレコで対応しております。このお客さんね、本当はブラインドでしかも狭いっていう話だったんですけど、たまたま僕の目の前が道路に面したところで出入り口だったんですよ。だからそっち側に頭触れたんで、ドライバーサイドから頭振ってねバックで入れることができました。比較的簡単な場所でアサインされたので良かったですね。他のトラックはめちゃくちゃ苦労して入れてましたけど、僕のところだけちょうどこの前が空いてたんで良かったです。そしてですね、これで配達が終わったんですが、配達が終わった時間がなんと午前10時5分でした。アポイントが10時だったので、なんと早めに行ってね、なんかすいません早く来ちゃいましたみたいな感じでやってもらおうと思ってたら本当にやってくれて、で荷下ろしがすぐ終わって、10時5分にもう出発することができました。なのでここからですね、ここはフォレストパークという場所なんですが、アトランタに向かっております。でアトランタのターミナルに入ってトラクターを点検に入れてほしいということだったので、サービス B という点検にね出しました。オイル交換とかワイパー交換とかいろんなことをやってもらうことになっております。そして私は途中でトレーラーのタイヤが一つアライメント狂ってるのを見つけたので、まあ違反までは言ってないですが、トレッドがちょっと、均一に減ってないと
というところを見つけたので、それを会社にレポートしてますので、それの修理もお願いしたいと思っております。ということで、アトランタのターミナルに到着したところですね。何これ、シャワーヘッド何、しかも水出てる。マジですか、しょうがないな。いや、アトランタいい天気ですね。今私のトラックは点検に入っておりまして、もう何時間経ちますでしょうかね。今夕方の4時ぐらいですね。1時に点検に出しました。なんか2時って言われてたんだけど、しれっとインスペクションレーン誰も並んでなかったんで、1時に持ってったらやり始めてくれましたんで、多分もう少しで終わるんじゃないかなと思いますが、もうね、何箇所に出してもね、もう3箇所か4箇所に出して、まあ、今回は普通にオイル交換とかパーツの交換、それからまあタイヤも必要なら交換とかなんだと思うんですけど、不具合のことはね、直してくれるタイミングじゃないんです、点検だからね。でも一応エアーがずっと漏れてるってことは伝えました。まあ、走ってる時は問題ないんですけど、パーキングにすると漏れてっちゃうって話はずっとしてるんですけど、どこに出しても直んねえからここで直してほしいなって言ったんだけど、まあちょっと分かんないですね。でね、明日フロリダ行きの仕事がまた入りまして、ね、今日フロリダから戻ってきたんですけど、またフロリダに行くという。で、今回はタンパよりさらに南側に行きますので、まあそこもハリケーンが結構ひどかったとこだから、またね、時間が読めないお仕事になりそうですが、まあ頑張ります。そしてね、私はその後1日だけお休みをいただきました。というのは、住所を変更しましたんでね、家族と一緒に住んでた家から、住所をお借りしてる家に住所変更しなきゃいけないんで、免許証の、それをやりに1日お休みをいただくことになりました。はい、ただいまの時刻夕方の6時過ぎでございます。今ここにね、トレーラーもう一回つなぎ直しました。同じトレーラーです。明日の朝ね、トレーラーウォッシュに行くことになったので掃除はしてません。でね、ここのタイヤとここのタイヤのアライメントおかしいよって言って、ちょっとなんかね、コーナーが減ってたんですよ。まあ、全然基準値だったんですけど、だから一応レポートして、ここにね、新品のタイヤ入ってますね。うちの会社の七不思議、トレーラーにはめっちゃいいタイヤつけるっていうね、何なんでしょうね本当にトレーラーはね、新品のいいタイヤつくんですよね。ドライブタイヤは中古の安いタイヤがつくっていうね、うちの会社の七不思議。こっち側は変わってないでしょ、うん、一応早め早めに、これね、明日このトレーラードロップするんですけど、まあ僕が面倒見なくてもよくなるんですけど、そういうドライバーさんが多いせいでね、僕がそういうの引いちゃうから、いつも自分の行いだけはよくしておこうと思います。ということで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。それでは皆様、 Be safe、 安全に。またフロリダ行きです。